はい、今から少し日本語の練習をしたいと思います。少し自己紹介しますと、私ヘラルドと申します。2012年から日本に住んでいます。来日してから1年間日本語を勉強して、2年目から名古屋大学の学部と、修士を卒業して、半年ぐらい、国に帰りましたが、1年前から日本の会社で働いています。ちなみに出身はエルサルバドルという中米にある、中南米にある小さな国です。で、なぜこの動画を撮ってるかというと、私普段毎日会社で普通に日本語で日本語を使ってて仕事をしてますが、なかなか日本語を学んでから、すごく人の話すことを聞くのと、日本語を読むことばかりやってて、インプットが、日本に住んでるからこそインプットが多くて、アウトプットする機会がなかなかなかったです。大学の学部生の時に、1年生とか2年生とかの、発表とかがありましたが、当時はなかなか日本、そもそも日本語、があまりできなかったため、ちゃんと自分の話す練習ができなかったんじゃないかなと、感じてきました。で、そのせいっていうか、そのせいで、私はほとんど、日本に来てから、友達がみんな外国人、ほとんど留学生、同じ大学の留学生で、いつも英語で話してます。で、日本語を話すのは仕事の内容とか、大学の時に化学の話ばっかりでした。で、もう少し日常的な日本語を練習したいと思います。なので、この動画を撮ってます。で、これをどこかにアップロードするかはまだ迷ってますが、おそらくどこかにアップロードし、もし今日本人が見てくださっている方が、いれば、感想や、これ間違ってるよみたいな感じで、気軽に言ってくれればありがたいです。あまり考えずに 撮影を始めましたので、もう言うことはなくなりましたが、これからもこの動画を撮る習慣をつけようかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。失礼します。